てかさ、あのピアスさん、エドワード・ピアスさんさ、あの怯えるときめちゃくちゃ怯えるよね。何マリー・コールデン頑張って立つのよとか言われてる。時間がない。誰だババ、誰だお前、Can you stand up? 立てますか。誰だあんた。イーサン・ブラッドリーの友人です。あなたがここに隔離されていると教えてくれたん。待て、ブラッドリーはまだ生きてるのか。理解ができない。あんたが俺を薬漬けにしてから、もう夢と現実の区別がつかないんだ。このひどい治療と私は関係ありません。信じてください。こいつ注射を打ってきたやつだ。いいですか、すべてを説明する時間はありません。私は本当にここに来る、なんたらかんたら。イーサンの話ではあなたも同じです。行く前、ここから出てください。なるべく目立たないように。洋服を持ってきました。先に行くので、上で会いましょう。待ってくれ。お、会話。ここで情報を引き出せるか。だな、オッケー。やつらはここで患者に何をしてるんだ、聞いてみよう。ここでは何が起こってるんだ。やつらは患者たちにこんなに恐ろしい目を合わせるなんて。私も知りたいです。私が患者たちに会えるのは治療のために上に連れてこられる時だけ。下に送られる前にはなかった健康上の問題が。でも今ここで話すことではありません。今ここで話すことですよ。階段の近くに監視の男性が2人立ってる。上の階に上がるにはそこしかない。私が彼らに気をそらせて、最低でも1人が私についてくるようにします。通路が空いたらあなたは私の後についてくれるだけ。分かったぜ。あ、これしか聞けないの。まあ時間がないって言ったしな。行くか。お、ハリケーンランプとライターちゃんとあるね。あーでもちょっとオイルが。ちょっとランプつけていくか。いやちょっと配信に明るさは大事だから。いや精神病患者の部屋って感じだな。ヘルカムフォーユーとかどうとかこうとか。あ、ちょっと待って、再現シーン入れる。What does this mean? これはどういう意味なんだろうか。いや、ちょっと探偵の血が騒ぐってことだな。行くぜ、近代チェードワード。OK、入った。さて、これは Am I in an asylum? 精神病なのか。ちょっとベルトがあるね。これは Sarah。サラ。サラの名前がなんでここにあるんだろうね。わかんねえや。で、これは薬、注射器ですね。彼に何を注射したのか。このなんかさ、あの丸い指をかけるところがあるタイプの注射器、ちょっと好きだな、こういうの。こういうの。あ、ちょっとぼやけちゃうけど。丸ばっかりある注射器ってなんかあの中世のさ、あの感じであるけど、そういうの。時代的に。あれ好きだな。サラ・ハーキンズの名前が公認の訪問者リストにある。ここにサラがやってきたと。だから書いてあったんだね。で、これ What did he write about the painting? 彼は何を書いていたのか。ザ・ペイント、なんだ。カースで。なんか呪いだとかそういう意味だっけ、カースは。状態異常で、まあ、カースってあるからな。カースと。この質問のマークは繰り返し書かれているのだろう。なんでっていう感じだな。この星に目か。OK。じゃあ再現しようでよ。今回は楽勝だったな。OK。注射器がいやまあ好きというか、そういうデザインなんかちょっと凝ってるじゃんあれ。あ、これ覗ける？どうもー。あれ、もしここを脱出できなければ俺も彼と同じようになる。なんか泣く声と笑い声が混ざったような感じだな。Poor wretch。 かわいそうな人だ。 OK、 お邪魔。お、コールデン先生、お会いできなんて怖いですよ。あ、だが好奇心が自身の身を滅ぼすことはお分かりでしょう。私には理解できません。この人たちには治療が必要です。彼らをこんなひどい場所に閉じ込めて、まるで患者が治療を受けるために待っている上に戻りたまえ。さて、諸君はもう私をがっかりさせないでくださいよ。誰にも出入りさせてはならない。よっそ。職員がやっぱり一人いるね。気配を感づかれると白色のマーカーが現れる。マーカーがっかりになると敵に追いかけられる。くそ。
あやつら二人を俺一人でどうにかする方法を見つけなければ。そうね、ここはやっぱ探偵の捜査能力で。これは？あ、なるほどね。青錦ね。オッケー、わかったわかったわかった。青錦。あ、これはあの、まあ、ちょっとタンスの中にかけるのと同じね。オッケー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 。まあ、今だ白いマーカー出てないし大丈夫だろう。で、これ大丈夫なの？ジャガイモながドラ開けた方がよくない？あ、開けれる開けれる。お邪魔ー。あ、いいね。右クリックしながら、あ、リンができる。圧力バルブには触るなと言っていた。睡眠薬があるか見てくる。ということはあいつ離れる。何個か避けておいてくれないか。絶対にハンドルはそのままにしておけよ。あ、まあ、圧力バルブってことなの。 OK、 わかった。うるせえな、患者のやつ。めっちゃなんか、とか言ってる。もう精神病入って、精神病と入ったらこんな感じなのかな。だとしたら一生入りたくないな。オッケー。よしよしよし。いやもう絶対これだろ。あ、明らかこれだろ。100%。明らか。これですね。なんだこれは。この機械は一体何に使われてるのだろうか。まあ、アスリックバルブでしょうね。中には何もなし。こっちはなんかある。フランシス・サンダースの診療記録。あ、さっき連れ出されたやつか。彼の記録によると患者は精神病をきたしていたようだ。専門発作で自分の目をくり抜いた。ああ、自分の目をくり抜くってなかなかいけつないな。似てた。俺もしかしたら精神病棟に入れるかもしれない。これ何？デンジャー、ハイボルテージ。触るなってことだろうね。This machine seems to consume 高圧電力注意っていうところだろう。OK。ガチャンコ。あ、ちょっと待って。クリックじゃない。いい気で。ガチャン。まだ量を増やせる。まだ量を増やせる。あ、もう一回。ガチャン。I can still increase まだ量を増やせる。あ、もう一回。よいしょ。I can still、あ、もしかしてこれの方法じゃない。ここは？ What will happen if I increase the current to the limit? 最大まで上げたらどうなる？いやでもこれガチャガチャするんじゃないの？違うの？もう一回。よいしょ。I can still increase the load. よいしょ。ロード来い。I can still increase the load. これダメだな、明らかに。絶対患者に電気を通す機械だよ、これ。どれもこれもひどすぎる。ペンチに。なんか突き刺すような道具もあるね。注射器、そして謎の内臓みたいなぐちゃぐちゃしたもの、いろいろノコギリもあるね。医学ぶり。This is madness。彼らは本気でこの肉の性質でを電流で伝達できると思っているのか。なんか肺が待ってる内臓器らしいものがたくさん。ちょっと待って、あれ女か。あー、男だな。しかも、しっかりもっこりしてるわ。Is there a connection between this corpse? この死体と機械に何かつながりがあるのだろうか。なるほど。あー、かわいそうに。そして、これは？あ、腕ですか、これ。死体に欠損はないということは別の誰かの腕か、これは。流し台に腕って捨てるもんなんだな。初めて聞いたわ。ここは？お邪魔。ここね。オッケー。なんていうかさ、これってあれだよな。ホラー的な怖さっていうよりか、なんか現実的な怖さするね、本当に。これあげればいいのかな。よっしゃ。お、上がった。Have I activated anything? ということで、OK! ガチャンコ。I can still increase まだ量を増やせる。ってことはまだ違う。他のところをガッチャンしてくるってことなんか。他にガッチャンできそうなところ、裏の方とかはありそうだけど。あ、なんかある。配線繋がってんじゃん。ちょ、待って。リン。チラッ。チラッ。あ、ちょ、あ、いんねえ。一人いる。こっちはいないな。オッケー。
こいつリーンだけめっちゃ俊敏だな。あちゃ。オッケー。今までで一番怖い。マジ。グロ系がダメなのか。はい。オッケー。これだな。ウガちゃん。It's done。他のやつになるぞ。メタルギアソリッドじゃんこれ。メタルギアソリッドだな。やべ、誰か待ってきてる。やべ。走って逃げな。巡回かあれ。なんか数えてるやついんな。なんだ。ちょっとここに隠れてチラ見するか。あー回ってきたな。ちょっと本当にチラ見。どっかで曲がってくんないかな。じゃこっちの方行くか。ちょっと主人たちの声がめっちゃうるさい。足音とか全然聞こえない。こっちまで来てないということはどっかで曲がったか。あ、曲がってんな。オッケー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 。完璧に狂っちゃってる。おだぶつ、残念。誰かいる。誰かいる。ここはちょっといけないな。あ、てか、ここは空いてる。ハロー。あ、ダメだ。これさ、明かりをしまう方法俺知らないんだけど、これ何キーだよ。で、またここに戻ってきたってことか。ここ調べれる。Exactly what I need。まさに探してたもん。なんだ。あれか。鍵だな。鍵がある。この金網の向こうに開けれる？ああ開かない。Locked。鍵ちょっと持ちに行くか。あちら。OK。あいつは通り過ぎだ。You。ん？何？そこなんて来てくれみたいなこと言われてる。そうだ、俺はあの看護師たちの仲間じゃないぞ。手伝ってやるよ。だから俺を助けてくれって言ってる。OK。聞いてやろう。何がお望みですか？寝たいんだ、それだけだ。寝たい？逃げたくないんですか？ダメだ。ダメだ。嵐が起きそうなのを見なかったのか。俺はここで大丈夫だ。ただ一つ問題がある。睡眠薬のことです。そうだ、それと引き換えに音を鳴らしてやる、激しい音をな。ほう、監視の木を引いて俺を逃がしてくれるってことか。ああ、どうする。俺が眠れるようなブツを見つけてきてくれれば監視は俺が何とかする。まあいいだろう。薬を見つけてくる。物置に行ってみてくれ、そこに炭焼きがあるはずだ。よし、頼んだぞ。どこぞのタイミング、いいタイミングで多分鳴らしてくれるんだろう。ただ、ここの、もうすでにここにいるんだよな。どこに行ったらいいんだ？多分、どこぞに行ったら、やってくれるはず。あいつは本当まともだったな。あちら。オッケー、さっさとやってくんねえかな。まあ、合図しなきゃいけないのかな。ちょっともう一回行ってくるか。おい、あれ、おい、オッケー、いない。よ、まだだ。なるほどね。先にブツか。先にブツね。オッケー。じゃああそこは行けないとして、他のところ、物置っつってな。ちょっと。こっちは大丈夫そうだ。なんかいろいろ荷物置いてあんじゃねえか。この緑のガスは建物全体に行き渡るようになってる。緑のガスね。
これは職員宛てのメモ。うん、ガス漏れがあることが書かれていて、装置の圧力がかかりすぎれば爆発の可能性もある。爆発させようぜ。なあ、爆発しようや。なんか、あ、これか、ハンドルがついてない。あ、ハンドルが外されてるのか。これはこのバルブ圧力を調整するようだ。 OK、 OK、 超人的な筋力であれをちょっと締めた。これ本当は二人がかりで必要。 OK、 OK、 まあこのエドワード超人的筋力がある問題だし、ただしこの鎖はなんかアダマンタイト製だから無理。鎖を外す道具、睡眠薬が必要ってことだな今。お、ここは開けれるか。いつものやつ。お、開いた。パーフェクト。パーフェクト。お邪魔。ピッキングなかなかこなれてきたな、こいつ。お、これ物置きたんじゃね。ちょっと明るい照らし、明るく照らして。あ、あった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 。It's an ammeter. よかしょ。理論的に考えて押せるレバーはあと一つ。よし。あ、これ、あれだね。かけられるところか。じゃあ、ここ、お邪魔？あげるな。It's locked. 鍵だね。じゃあ、この、何？ここは？外する？外する。通気口入っていくの、それっぽいじゃん。いや、後ろから入っていくの、お前。あ、なるほどね。偽装できるようにってことか。なんだ？あ？え？ちょ待って。ちょ待って。一旦出よう。悪いんだけどさ、お前兵所恐怖症なの？あれ？こいつ兵所恐怖症？そういうわけじゃない。ん？一応ちょっと中入ってみるか。どうなるか。よかしょ。通気してるよな。さて、ちょっと視界が歪んでるんだけど。何これ。しかもめちゃくちゃ薄暗い。しかも、なんかすぐガクガクする。何これ。大丈夫か？ああ、次右。あ、じゃあ、左。右と左の区別がわからないぐらい、ちょっと、おろろろな感じだった。危ねえ。お、鎖を引きちぎらなくてもここに来れたか。オッケー。こいつをあげよう。レバーでガスの機械が動く。じゃあチェンクは。これで何も起きない。何も起きないんだ。お、ボルトカッターが手に入れた。じゃあこれでショートカットできるってわけだな。いちいちあのクソみたいな感覚を味わわなくていい。お邪魔。そしてハンドル、操縦ハンドルとやらが必要らしいな。ハンドルと睡眠薬で。オッケーオッケー。まあいざとなったらそのボルトカッターで思いっきり、まあ、アタッパーンってやればそこら辺の職員なんて一これよ。何これ、業務連絡。うーん、実験中止になったよーみたいな。それしかないな。ホイールは使用の都度収納室に保管しておくこと。いや、その収納室、物置に行く必要がありそうだな。さてこっちはどうだ。はい、非常用のところがあって、開けるか。お前の天才的ピッキング能力見せてやるよ。もうこいつ本当は探偵じゃなくて泥棒なんじゃねえの。あ、ダメだわ。この南京錠を開けるには俺には難しすぎる。諦めるの早くない？ここ、こちら、あ、入れそう。キッチンか。あちら、あ、いる。危ね。いるわ。重く急いだ。ここは、恐る恐る歩きで、ちょっと恐る恐る行くか。こちら。あ、ここじゃね？死の室。ここだろ。ちょっと、あっちからなんか来る。Where do they keep their sleeping pills? あっちから誰か来てた。明かり的に見えた。で、睡眠薬だな。オッケーオッケー。
これはスコポラミン F。 スコポラミン F。 そんな薬は存在しない。奴らは一般的な薬を使っているだけ。何！人いたよな今明らかに。なんだあいつの目腐ってんのか。びっくりした。今明らか人いたじゃん。ちょっと待って、チラシを。あいつが出てくるまで待とう。びっくりしたわ。めっちゃ近かったのにあいつ気づいてなかったぞ。あいつ目腐り落ちてるな。オッケー。まあそこまで近くて大丈夫なら大丈夫だろ。まあそこまでメタルギアしなくていいってことで。メタルギアだったら足音で気づかれるのに。お、これだな。これはよく知ってる。睡眠薬。このエドワードさんも常時、愛飲している、そういう睡眠薬。俺の新しい友人の睡眠薬。そういうことは。で、これは ?19 世紀の医学誌。はい、医学書か。OK、医学スキルが上がった。ちょっと、そういえばさ、スキル振り分けてないから、振り分けるか。今持ってるポイントは、7。ほう。一番使う、ちょっと調査の方に振ろう。OK。調査を4にした。そして、心理学はいらん。調査、目星、この2つでやりきる。まあ、適宜変えていくかもしれないけれど。こんなもんでいいだろう。OK。よし。まあ、調査が上がれば多分、南京錠を開けれる力も、あれ確か調査のうちだったから、やっ。入ってきた。ちょっ。OK。あいつら難聴だ。あいつも、成人男性の足音が聞こえないとか相当だろ、マジで。半端ねえや。睡眠薬はゲットできた。残り一つのレバーがあると。まあそうなったら、やるしかねえよな。おっしゃ、いっか。よ。またってな。睡眠薬は持ってきたぜ。Show me. 渡さないで見せる。ああ。いや、間違えた。ちょっと待って。持ってきたらよかったんだ。渡さないで見せて、それで後でくれてやるができるかもって思ったんだけど、仕方ない、待つか。ほらよ、忘れるな、ただではやらないぞ。心配するな、逃げ道は確保してやる。さあ行け、隠れるんだ。オッケー。オッケー、騒いでくれてる。オッケー、行った。さっさと行こう。ここは？ちょっと待って、目星がある。OK、操縦ハンドル。ゲットした。そして？あとは？あとは？こことかか。お邪魔？なんて死体の火山だ。これは？あらー、ぐっちゃぐちゃ。それ、これ手足か。だるまにされてるね。それで？何これ？あ、ぶちまけられた人間の蝶か。なんだ？ビビらせるなよ。虫かと思った、マジで。ああいう長い虫、マジ苦手なんだよ。あ、だぞー！お前！だだー！やべー！見つかったー！しまったー！誰だ、このインド人！え？ゲームオーバー。初めてゲームオーバーした。こんな一瞬で終わるもんなんだ。しゃあね、再建するか。オッケー、こっから行ってくるんだ。ありがてえ。ありがてえ、こっから行ってくるんだ。あの料理人か、巡回してくんのかい。ここのインドカレー作るためだけに派遣されたインド奴隷。じゃあさっさと行こう、もうこれ。さっさと行って、うわーってなって、で、何が出るかな？
はい、20世紀の医学史、結構近代になってきたな。オーケー、あった。はい、ガッチンコ。All the levers are activated. 全てのレバーが作動した。そしたら、ちょっとここで一旦ちょっと、待って。あいつは絶対スルーするから。あの近さで、おんってなってるんだったら、絶対これスルーできる。あれ？いや、なんか、そういえば人おるな。あ、こいつ、侵入者やわ。ってなってたから。入ってなんか、15秒ぐらいしてから気づいたから、絶対これでいけるって。さて、来るか、インド人。あれ？来なくね？あ、来ねえじゃん。じゃあ、さっさと行きゃいいんだ。なんだ、ビビらせんね。レバーは上がった。ホイールもゲットした。これでいいだろう。よし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 。なにゅー！こっちに巡回してくるとは思わなかった。オッケー、負けた。負けた負けた。ちょっとここに隠れてるか。こちら、オッケー。あー、これあれかな、あそこ通っちゃいけないのかな。ここ通っちゃいけない説ある。ってなるとこっちか。でもこっちだと巡回が一人いるから、そうなると巡回が通り過ぎてから行くのがベスト。そいつ OK、 通り過ぎてくぜ。 OK、 なんとかやり過ごせたようだ。行ってみるか。足音が聞こえない。難聴のやつらめ、俺はさっさと先に進ませてもらうぜ。そして全てのん電流がオンライン。行かせものぜ。ミッションクリア。レッツゴー。これで監視の目を引けるはずだ。隠れよう隠れよう。オッケー、ちょっとこっちから逃げて収容所を脱出する。どっからどっからどっから脱出するんだこれ。なあ、どっから脱出するんだ。どこだよマジで。今まで行けてなかったところだよな。あ、あっちか。あっちの方か。こっち行ってこことか。おいガチャ。ああない。こっちの方か。ここか。オッケー、オッケー、開けれた。ちょっと待って、なんか誰かいなかった今。あー、いるね。さっきのやつか。なんだっけ、フランシスだっけ。いい。ドクター先生、あなたですか。って言ってる。先生のことは気にするな。今、彼は自分の大切な機会のことで大忙しだからな。逃げる時間を防いでくるはずだ。すぐに出してやる。逃げる？だかに、私はだかにも行けない。あれに見つかってしまう。あれが私をここで見つけたように。なんか変なこと言ってんな。あなた、あの獣のことは価値がしてるようだ。私と一緒についてはいけない。あなたも私のようになってしまう。って言ってる。治療が必要だって言ってやりたいけど、ちょっと医学知識が不足している。ちょっと、これだけ聞いとくか。あいつ、あなたはサンダーさんですね。部屋から聞こえていました。あいつらに何をされたんだ。フラーは何をあなたから言おうとしたんだ。医者、あの医者を恐れていると思っているのか。あの医者は私を治そうとしてくれてるんですよ。でも頭のおかしいのは彼だ。私の視力を復活させようとしているんですよ。私の目を戻そうとしているんです。目はもう必要ないと言ったのに。何も見たくない。元気をサラです。彼女と彼女を呪われた絵画だ。本気で言ってるんですか。サラ本気にすることですか。他には誰もいない。いえ、爪に盗んだれた。サラ・ホーキンス以上の知識を持った画家、彼女以上に呪われた画家はいない。お腹時間制限ある。
サラが呪いを引き起こしたことが本当なのか、それだけ彼女の主催で儀式の跡を見た。おそらく悪魔を呼び出す儀式を。それらがあなたが彼女を呪われているという根拠ですか。いや違う、それは悪魔を呼び出す儀式ではない、何か追い払う儀式なんです。だが彼女は失敗したんだ。それが問題点なんです。この島で何が起きてるんだ。申し訳ない、私たちは会うべきではなかった。何のことですか。運命さん、運命によってあなたは閉じ込められた。あれに見つかってはいけない。見つかったら逃げられないぞ。見てもいけない。見てしまったら見つかってしまうんだ。何に見つかるんですか。サラ・ホーキンスの訪問者だ。カラオニだよ。サンさん、気を確かに。彼女がいなければ私は使えないことはもうありえないんだ。カラオニか。カラオニもしくはソラオニ。ダメだ。だ浮いた。おお、これは一体、明らかに浮かれてるというか透明な何かにってことか。いや、めっちゃノリノリな BGM 流れてる。転換注意。めっちゃ手チカチカするんだけど目が。いや死んだ。脱出するか。こっちか。ありえない。何が彼を殺したんだ。 What killed him? クトゥルフの中で出てくる怪物の一つ、カラオニっていうのがいるんだけどさ。こっちじゃない。俺も詳しくは知らないけど、確か結構あの虐殺とかそういうのの題材になるゲームの時によく出てくるやつが。なんだか、ちょっと待って、ガスで倒れた。あ、倒れた。それは後だ。早く行くぞ。ブラッドリー、ブラッドリー巡査。